本日6月22日ですね、こちらですねパワーショット V10 が届きました。本日はこちらでですね、簡単に開封と、この後今収録しているのが FX30 なんですが、そちらとですねカメラをチェンジしてみたいと思います。ではですね、この後開封と進めていきたいと思います。はい、ということでですね、もうまずサクサクとですね開封をしていきたいと思います。このようにですね大きめなピンク色っぽい箱に入ってまいりまして、この中にですね私はですねトライポッドグリップキットを購入いたしました。で、開けますとこのように音と本体とこのトライポッドグリップがですね入っております。ではそれぞれ開けていってみたいと思います。箱の方にもですね、こうペアリングの方法と書いてあってですね、結構こう親切なパッケージングだなと思いました。そしてですね、こちらトライポッドグリップをまず開けてみたいと思うんですけど、まずですね、こうちょっと開けてみて私が感じた感想を最初にですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけど、ソニーさん最近ですね、こう SDGs とかの関係なのか、かなりこう簡易なパッケージングになってきてるんですが、こちらですね、このパワーショット V10 というこのモデルであっても、なんかこう今まで通りの箱に近い感じだなって印象があります。例えばなんですけど ZV-E1、まあなんかこうそこそこに価格の高いフラグシップ、要は Vlog カムのフラグシップモデルなんですけど、箱はですね、ほぼこう段ボール地のような感じで、あんまりこう高級品を買ったという意味でですね、所有欲、所有感というのは満たされないものなんですけど、こちらですね、キャノンさんの製品はやっぱりこう、さすがだなっていうパッケージングだなという感じですね。この辺よしあしあると思うんですけど、まあその環境のことを考えてこういう風にしてるというところでは理解ができつつも、高級なものをですね買っているというところではちょっとうーんって思ってしまうところだったり私はしますねというところですね。ただこのパワーショット V10 のこのセットですね、お、なんか価格の割にすごいしっかりしてるじゃんって思ったですね、メーカー間のギャップがあったというところでキャノンさんさすがだなという印象を私は覚えました。はい、そしてですね付属品としましてはペラ類ですね、まあこちらトライポッドグリップのキットの方なので、まあこの警告というところと、あとはこのそれぞれの説明書ですね。で、ペアリングの方法はですね、箱の方にまず QR コード等がありましたけど、こちらにもですね、このように説明書があるので迷うことはないんじゃないかなと思いますね。こちら後ほどですね、しっかり見てペアリングしていってみたいと思います。で、このトライポッドグリップ本体がこのように袋に包まれた状態で入っております。で、このような作りのものですね。ただですね、こちらはそのどうやら見るとなんですけど、このパワーショット V10 専用のものというわけではないみたいですというところですね。で、ちょっとですね、こう、作りとかっていうのを見ていってみたいんですが、もう一つこのようにリモコンが入っておりまして、それをこのようにカチャッとはめ込む形で使用をいたします。で、このはめ込むときにですね、しっかりとマグネット等ではなく、この下の部分がですね、クリップ形状になっていて、固定もですね、かなりがっしりとできるのが特徴、いいところだなと思いますね。で、その他ですね、こうボタンの役割っていろいろあると思うんですけど、この後ですね、そちらの方も見ていってみたいなと思いますね。本日はですね、この開封がメインになるので、この使用感等まではですね、ちょっといかないかなと思いますね。で、トライポッドグリップのその他付属品なんですけど、こちらがですね、このコールドシューのようなパーツ群と、あとは、またですね、これもコールドシューのような取り付けができるものと、何かですね、ここに挟み込めるものってなっておりまして、ちょっとですね、これこの後どのように使っていくのかなっていうのは、説明書を見ながらですね、最終的に皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、そしてですね、このお待ちかねというところで本体の方を開けていってみたいと思います。まずこのようにですね、上の蓋の部分をですね、開けますと、はい、このように、レックと。このですね、パワーショット V10 の可愛いですね、ロゴみたいなですね、絵が書いてあります。で、どのような使い方かっていうのが簡単に箱の方に書いてありまして、ちょっと反射しちゃってて見えないかな。このような感じでですね。で、その下になんですけど、説明書等がですね、こうしっかりと入っております。で、この説明書類がですね、このパワーショット V10 の、まあ、簡単な説明書、それとですね、保証書ですね、この2つが入っておりました。そして箱の方はですね、この下の部分開けていきますと、はい、こちらですね、中に関しては簡素な感じかなという感じですね。このプラスチック関係をこうふんだんに使用しなくなったなっていうのは、もう各社ですね、方向性としては変わらなくなってきたなと思いますね。で、ですね、中に入っているものがなんですが、ストラップですね、と、こちらがケーブル類かなという感じ、とですね、あと本体が入っているのですが、本体の方はですね、このように入っております。まずですね、この封筒に入っているものを見てみたいんですが、はい、このように
USB Type-C と Type-C のですねケーブルが入っております。そしてですねこちらが本体に取り付けのできるストラップかな、こう落としたりとか落下のですねリスクを減らすためにもですねこういうのって必要かなと思います。で本体の方をですね出してみましょう。ということでパッと出してみまして、こちらがですねパワーショット V10 の黒のモデルになっておりますね。でサイズとしましては手のひらと比較して下の部分とですね合わせてみるとこのような感じ、男性ですと手のひらのですね手のひらのこのサイズよりもちょっと小さいかなぐらい、とてもですねコンパクトなカメラだと思います。そしてですねこの意外なことといったら大変失礼なんですけど、私ですねこれほぼプラスチックのようなボディなのかなとか思っていたんですけど、持ってみるとですねちょっとひんやりとしたですねプラスチックなのかな、もしくは表面がこうプラスチックに覆われている中が金属でできているんじゃないのかなっていう感じだと思います。この足の部分のアップを見るとですねちょっとわかりやすくて、表面がですねこうプラスチック地のものになってるんですけど中は金属でできてるんですね。もう触るとわかるんですけど、で全体がですねその同じような触り心地なんですよ。他はですねまずこのボタン類をちょっと押してみた感じっていうのはしっかりと押せて、まあ、あの小気味のいい感じですね。操作のですね大きな部分がこの液晶の方のですねタッチパネルとかで操作ができるとは思うんですが、ボタン類っていうのも操作しやすいです。そしてこの楽しみなと私の楽しみだったところ三脚ですね。この三脚っていうのも割とですね固めに設計されておりまして、まあこういう風にして地面にポンと置いてもですね全然自立するぐらいしっかりとした構造になっております。でもう構造とかはですねもうレビューの先行レビューでだいぶもう皆さんご存知だと思うんですけど、このような向かってこちらの面に USB の端子ですね Type-C で、反対側に HDMI ですねとマイクのですね端子がついております。そして底面部こちらにですねマイクロ SD カードが入るポートがついております。あとはですねこの三脚のネジですね、三脚のネジとストラップホールとありまして、ストラップホールはこちらでしたね。もうほんとシンプルイズベストな、もうこれ以外使いませんよみたいな感じの構成のボディとなっております。そして簡単に大きさの比較なんですけど、まあ似たような使われ方かな、性能的にもとても似ている、こちらがですね ZV-1F とこちらがですねパワーショット V10 ですね。でこの使うサイズのですね大きさで比べてみると並べるとこんな感じで、横にしてみるとですねこのような感じで、高さの方は、まあ、ほぼほぼ似たような感じということでですね、全体的に小柄になっているのがパワーショット V10 という感じで、表面の材質を触ってみた感じではこちらですねパワーショット V10 の方が高級感ありますね。ただ大きな違いとしてはこの液晶の画面の大きさの差ですね。これ結構ですね操作をしていたりだとか確認したりとかするときに大きさの差っていうのは気になるかもしれないですね。で実質的に映し出される画面っていうのもこの後ちょっと起動だけ簡単にしてみようと思うんですが、はい、こちらがですね ZV-1F でこちらがですねパワーショットの画面になるんですけど、かなりですねこう見比べると小さいのがわかるかと思います。このサイズ感はですねほぼほぼ GoPro とかと一緒ぐらいのサイズ感なんじゃないかなと思いますね。で試しに今ですねここに GoPro があるので、まあ、横に並べてみようとすると似たようなサイズ感じゃないでしょうかね。はい、ちょっと電源を入れて、はい、映し出してみます。このような感じ、 GoPro ぐらいのですね画面のサイズ、いや GoPro よりちょっと小さいかなぐらいですねというような感じでございます。ではですねここからですね設定をしていって、早速ですね映像っていうのをコロッと切り替えてみようと思います。まずはですね届いたままで収録をしてみようと思いますね。はい、ということでですねこちらがキヤノンさんのですねパワーショット V10 で一番最初にですね収録してみている映像となっております。で到着したままなのでおそらくフル HD の30フレームじゃないかなと思いますね。で今はですね本体内の三脚を利用してですねこのように収録をしておりますが、この後ですねトライポッドグリップの方に接続してどのような画角なのか見ていただきたいと思います。一つですねちょっとお伝えし忘れてたことがあって、このですね付属しておりましたコールドシューっぽい何かタチなんですけど、これですねこのアタッチメントにですねこう拡張してですねコールドシューとかをつけられる装備のようです。この部分にですねスポッと差し込んで、まあ、固定できるんですよ。でコールドシューがこのようにですね増設されるわけですね。はい、というところでなんかちょっと面白い使い方ができそうだなというところで、こちらもどのように使っていくのかなっていうのはちょっとですねいろいろ試行錯誤してみたいなと思います。はい、ということでですねトライポッドグリップの方に装着いたしまして、このようにですね撮影をしてみております。で高さがですね若干変わったことによりこう見下ろすような感じからちゃんとですね正面向いて話してができているような感じっていうのがお分かりいただけるかと思います。そしてですねこの音質等はこのような感じで、オートフォーカスの速度感はパッと
い、このような感じですね。まあ、遅くもなく、早くもなく、捉えるとパッと合うけどという、まあ、典型的なコントラストオートフォーカスかなというイメージですね。まあ、ZV-1F とか、まあ、例えばですね、そのあたりと変わらないかなという印象でございます。そしてですね、このオートフォーカスはちゃんと顔をですね、認識してずっと枠が表示されておりましてですね、こう安心してですね、こうオートフォーカス任せられるなーっていう感じでございます。で、まあ、この使い心地というところでは、もうとにかくこのコンパクトっていうのと、トライポッドグリップっていうのはですね、私こう自撮り持ちながらですね、こう撮影をしたりするときに、とても便利そうだなっていうところがメインだったんですが、この本体の三脚をですね、利用することによってしっかりと持つこともできそうだなと、簡単に今ですね、使っていて思いました。そしてですね、この私がですね、パワーショット V10 で一番使いたいものがですね、こちらなんですね。はい、こういった、この三脚のネジが切られているですね、クランプ。これをですね、使うと、ものすごくいいボディだなというふうに思っているわけなんです。そして、サイズ感はですね、この、例えばなんですけど、アクションカム等に、ちょっとプラスアルファしたぐらいのサイズ感で、1型のですね、センサー搭載されていて、暗所にもそこそこ強い。というところで、家の中でですね、こういったクランプを使って、まあ、こう、例えば固定するところがあったら、こう、くるくるっと回してですね、ここに固定して、この部分にですね、パワーショット V10 を装着してですね、いろんな撮影が工夫してできるんじゃないのかなというふうに思うわけなんです。またですね、このトライポッドグリップとかっていうのも十分いいものなんですけど、実際ですね、我が家の屋上とかで収録してるときに、強風で吹き飛びそうになるってことはですね、軽いボディ、特にこの ZV-1F とかそうなんですけど、これぐらいのですね、重量感だと、風でですね、倒れそうになるんですよ、このトライポッドグリップの安定性だと。というのが、このクランプ等を使ってガチッとですね、噛ませられるっていうのはですね、かなりいいなと思ってるわけなんですね。それこそこれこう装着したのはですね、自撮り棒代わりに持っていてもですね、これもそんなに重たいもんではないので、ありはありだよなというふうに思ってるんですね。まあ代わりに自立はできないので、何かしらですね、こう挟み込まなきゃいけないっていうデメリットはあるんですけど、特に家の中でですね、手元のこう作業している風景とかっていうのを映したいときに、まあもしくはですね、何かをしているところをですね、ちょっとこう後ろ気味にですね、撮影をしたりとかするときに、ものすごい便利なんじゃないかなというのがですね、このパワーショット V10 に私がですね、魅力を感じたところなわけなんですね。そしてこのポケットに入れられる本体のサイズ感っていうのもすごく魅力的でして、まあ惜しむべきはですね、私の中では今パッと使ってみた感じ、まだ画質とかそういうのはわかりません。これ初収録なので、パッと出してパッとこう見た時にですね、あ、これ欲しかったなと思うのはレンズキャップですね。何かこうパコッとはめられるだけでもですね、レンズキャップとしてこうレンズに傷がつくっていうのをですね、予防できる、防止できるっていうのはとても大きいことだと思うんですよ。で、意外とですね、こう撮影してるだけだと、こう確認だけという意味で言うと、液晶のサイズっていうのは私はあんまり気にならないです。それ以外のですね、この操作感とかっていうのはまだ本日は開封段階というところで、これがですね、皆さんにお届けできる最初の動画となるわけなんですけど、いろいろと試していてですね、近日中にですね、どこかにこのパワーショット V10 を持ってお散歩に使いながらですね、どのような映像が撮れますっていうのをですね、皆さんに見ていただこうと思っております。まあ価格比率で言うとですね、高いという声もですね、ちらほらとまあ見えました。ただですね、この後どういうアップデート等によってですね、どれぐらい安定性が変わってくるのかの、熱再生とかっていうのも、まあ例えばキヤノンさんのですね、 R5 とかですね、あのあたりって最初の熱停止とかってかなり多かったというのをですね、聞いていたんですけど、最近ではあんまり聞かなくなりましたよね。そのようにこのファームウェアのアップデート等によって結構変わってくると思うので、まあ、この辺の話っていうのは DJI アクション2とかもそうでして、最初はもう熱停止というか故障するんじゃないかなぐらいこう熱が出るっていう話から、徐々にですね、その辺っていうのは煮詰められていって、とても使いやすいボディになっていったっていうのはですね、いろいろとそういうのがありますので、この辺っていうのは期待していってみたいなと思いますね。で、あとはですね、その写真とかっていうのも撮れると思うんですけど、私はですね、このパワーショット V10 に関してはこうオートフォーカスもあるけど、それこそよく言っているこの ZV-1F に求めていたスマートフォンとアクションカムの間を埋めてくれる面白いカメラの仲間だと思ってるんですね。最近ですね、やっぱりこうあんまりですね、撮影に行くっていう時に、特に私の場合ライトユース、まあ簡単にですね、その散歩してる時の風景どうですよとかって撮ることが多いわけなんですね。あとは家族追っかけたりとかして、という時に荷物が多くなっちゃったりだとか、しっかり撮影をするよって前提じゃなければという前置きを置かせていただきますけど、何か撮影するつもりで行く時っていうのはこれだけで行くっていうのはちょっと
とリスキーだなと思うので、まあ、そういうのではなくですね、例えば ZV-E1 なり FX30 なり、ルミックス S5 Mark II なり持っていくっていうのはですね、もう当然なんですけど、それ以外のところっていうのを広くですね、カバーサポートしてくれる、特にですね、サブ機扱いとして考えると面白いカメラなんじゃないかなというふうなのが、今ですね、こう使って画面をですね、見てみて感じたところでございます。そしてですね、まあ、設定っていうのをですね、まあ、いろいろとこう煮詰めていきながら、またその設定の部分っていうのを皆さんに何かお伝えできることがあるんじゃないのかなと思うので、収録をしていってみたいと思います。まあ、このフル HD でまず最初撮っている感じでは安定感っていうのもしっかりしてますね。もう6分ちょっと喋っておりますけど、しっかりと動作してくれてるのがわかるので、まあ、楽しくですね、がっつりと使い倒せるいいボディになってくれるといいなというふうに今は思っております。はい、というところでですね、最後まで本日はですね、こちらパワーショット VT で取り切っちゃうと思うんですけど、こちらのチャンネルではこのようにですね、カメラですね、カメラやガジェット等を広く楽しんでおります。一緒にですね、楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録と、私の励みになりますので、グッドボタン、追従してくれるかな、来てますね。で、あと通知を受け取っていただいてですね、コメントとで私に仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあいろいろとこう手放しつつ、新しいものを買ってという私の楽しみ方なんですけど、特にですね、このソニーさんの ZV-1 シリーズ、私は 1F からなんですけど、あと ZV-1 Mark II も購入しまして、おそらくここはですね、チェンジになると思うんですけど、このようなですね、似たような感じのカメラっていうところで、使い方被るんじゃないのかなと思うんですけど、どちらかというと今パッと持ってパッと使ってみた感じでは、ZV-1 シリーズの方が、やっぱりですね、オールマイティだなっていうイメージがあります。オートフォーカスの面でもそうですし、まあ、あとはですね、その手ブレ補正だどうだっていうのはまだ使ってみていないので想像の域は出ないんですけど、写真ですね。写真を撮れるというところが、やはりこの ZV-1 Mark II なり ZV-1F の方がですね、ハイグレードなのかなって感じはします。これもまだ撮影してないので感じただけですけど、ZV-1 Mark II に関しましては、この間使ってきた時にですね、あ、本当にですね、変わったなっていう印象が強かったんですよ。いろんなですね、こう手ブレ補正弱いですとかっていう話とかもありますけど、ZV-1F の方がずっと弱いです。はっきり言って今使う同じ条件で比べてみて感じました。そしてオートフォーカスもはるかに速いし優秀です。というのが ZV-1F はですね、本当狭間のマシンみたいな感じで、私はその単焦点であるってところがすごくいいなというところで、起動速度とかそのハンドリングってところでは本当不満点なかったんですけど、いろいろとですね、やっぱり使っていくと、Vlog気軽に収録をしますよっていう時に必要なものっていうのが欠けているボディだとも思っているんですよ。普通にですね、写真を撮って動画を撮ってというところでは困りません。ただ Vlog で何が困るかっていうと、ピントが合わないっていうところがすごく困るんです。これがですね、そのパワーショット V10 がどうかまだわからないですし、まあ、この ZV-1F っていうところがそのピントが合わないというところは、例えばなんですけど、若干暗めであったり被写体になりそうなものが多かったりだとかとか、そういうちょっとですね、まあ、みんな苦手そうなところなんですけど、それがですね、増明操作のオートフォーカスを搭載していた ZV-1 Mark II の方はですね、 ZV-1F が迷っているアジサイの写真のところとかっていうのも、もう迷う素振りもなくピタッと合うわけなんですよ。というところはですね、子供を連れていたりだとか、こういろんな景色をパッパッと写し替えたいとかっていう、その Vlog ですね、見せたいものを撮影するってなった時に、そのオートフォーカスの性能の差っていうのはもうとても大事なんだなっていうのが改めて分かったわけなんです。というところでですね、その ZV-1 Mark II に買い替えようと思ったのは、本当そのオートフォーカスの面って私の中では大きいですね。そのオートフォーカスの面もそうなんですけど、 MICU っていうところも、まあ、デジタルに対応はしてないんですが、この ZV-1F はそこも非搭載で、オートフォーカスもコントラストで、 MICU も非搭載で、ロー撮影も写真はできないとかっていうところで、それでもいいやって思えるぐらいですね、ハンドリングのいいボディだったっていうのを、おそらくですね、このパワーショット V10 はですね、上回るんじゃないのかなと思います。これもですね、使っていって判断という形になってくるんで、今後ですね、またそういうところも感じたところを、私は自分で購入しておりますので、全部ですね、お話ししていこうと思ってます。意外とですね、こう使ってみた最初の感じっていうのは、ボディの感じっていうのが、あ、思ってたより高級感あるなっていうのが意外な感想でした。私もですね、もっとこう安っぽいものなのかなって思ってたんですよ。というのがですね、こうちょっと触った時にヒヤッとするっていうのがですね、金属っぽいなっていうところで最初びっくりして、で今こう撮影していてですね、オートフォーカスっていうのも、このコントラストなんでこう前後に動くとですね、こう感知してくれる。ただこうピタッとあって合わない時には全く合わない。
そしてこの最短撮影距離の感じとかってのもまだちょっと私が分かってないですね。はい、ということでですね、このファーストインプレッション、このパワーショット V10 のお話をさせていただきました。届きましたので、これからいろいろ試していってみたいと思います。まだですね、何も設定しない段階なので、これぐらいのですね、画質、こういうのが届いたまま撮影して、撮影できますっていうのを見ていただけたかと思います。またですね、表でこう明るいところで撮影したわけじゃないので、あくまで参考程度となりますけど、超コンパクトなですね、Vlog 機、キャノンさんの初の Vlog 機なのかな、というのがどういったカメラなのかなっていうのを今後ですね、付き合っていってみたいなというふうに思います。ではですね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。とてもですね、こう小さいので、もう 何もですね、こう喋ってるって感覚も、なんて言ったらいいのかな、この、プレッシャーがないっていう表現は本当その通りだなっていうのがよくわかります。スマホで自撮りしてるぐらいの感覚ですね。ではですね、失礼いたします。バイバーイ。